こんにちは、夏みかんです。ただいまライブアライブ初見プレイ近未来編を進めております。前回は筑波研究所の一番奥まで行ったんですけど、液体人間に勝てなくて、ちょっと今引き返して回収し忘れてるアイテムがないかとか、何か取り忘れてる情報があるかもしれないと思って引き返しているところです。何か集め忘れているか、東兵衛さんに何か改造してもらわなきゃいけないのかなって思ってるんですよね。なんて考えてたら、見たことないお部屋を見つけました。ここになんかあるんじゃないかな。ちょっと行ってみよう。おお、アイテムがある。プラズマスパーク、なんか強そう。あー、タロイモくんが装備できそうです。よかった。あ、ここもいかにも何かありそうですね。わざわざ門番がいますからね、絶対なんかあるよ。うろうろしてるうちにアキラくん新しい技を覚えてくれました。だからちょっと前に出て戦うこともできるようになった。後で役立つといいけど。よし、ここ入ってみましょう。どうかな。なんだこの怪しげな部屋は。アイテムもある。100ボルトレーザー、これも強そうじゃないですか。使えそう。うんうん、タロイモくん装備できました。これでうまく戦えるといいんだけど。何、機密ファイルって。田所忠、クルセイダーズとの抗争で死亡、長男アキラと妹の香織はちびっこハウスに引き取られる。アキラくんのお父さんのことじゃないですか。アキラくんのお父さんのことはこっち側、クルセイダーズ側でも大きな出来事だったってことですよね。わざわざこうやって保管されてるわけだから。ここにもあるかな。渡辺光三、シンデルマン博士の助手。しかも今行方不明って出てきませんでした？やっぱりこれ渡辺くんのお父さんなんじゃない？しかもシンデルマン博士の助手をしてたの？反体制を訴えるグループとして結成。初代のリーダー松井健一？え？松のこと？松は元クルセイダーズだったの？え？なんだ貴様、兵はどうしたのだ。山崎、貴様は松井。おお、無法を増すとは松井、貴様だったか。そうするとこの辺のやり取りの受け取り方もちょっと変わってきますよね。最初に見た時は、あ、知り合いなんだ、なんだろうぐらいだったけど、そういうこと？ということで、液体人間 W1 号と再戦となりました。なんかこの W って私すごく嫌な予感がしてるんですけど、激しく嫌な予感がしてるんですけど、だって行方不明なんでしょ、渡辺くんのお父さん。これもう戦うしかないんですよね。いや、そもそも勝てるかもわからないんですが、うわー、結構食らった。手に入ったアイテム役に立つでしょうか。もしこれでもダメだったら、一回東兵衛さんのところに行って今回手に入れたものをちょっと改造してもらおうかなと思います。100ボルト、いけー、聞いてくれ。まあ悪くはないかな。60か、相手のヒットポイント990あるからな。超長期戦になってしまう。ちょっと一回パスしてアキラに回復してもらおう。はあ、しっかりしろよな。ちょっとずつ行こう。
もっかい100ボルトレーザー行くぞ。松どうしようかな。近距離攻撃怖いんですよね。前回結構近寄っても遠くから攻撃してもかなりやられたので、うわー結構食らった。しかも範囲攻撃だった。ちょっとこのスリートイメージで状態以上にできるといいんだけどな。ダメか、効かないか。反撃もしてきた。やばいやばいやばい。え、今999って出てましたよね。え、どんなもんや。自滅しちゃった。え、これでよかったのかな、いいのかな。陸軍相手じゃ分が悪い。筑波の秘密を知って生かして返すと思うか。あ、戻ってこれてる。めちゃくちゃ追撃食らうと思いましたけど。奴に手を貸しているのは陸軍総帥山崎、そして日暮里にあるおでお寺の雲龍じゃ。あんな奴らの思い通りにさせてたまるか。何か打つ手はないのか。ブリキ大王が動けばあるいは。まあ誰ですの、そのブリキ大王さんって。古代メカブリキ大王、かつて古代バビロニアの聖人が念力で動かしたと言われるロボット魔人じゃ。ロボット？こっけー。兄ちゃん、兄ちゃんの超能力でブリキ大王を操ってよ。悪いやつなんか叩き潰しちめ。話を続けて。残念ながらこやつでは無理なのじゃ。まあそういう言い方もあるな。なんつうかその、念力か。念力なしでも液体人間を注入すればタロイモのように動かすことも可能じゃろうが。俺が赤耳ガメをたくさん取ってきてやるよ。無理じゃ、ブリキ大王はあまりに巨大じゃ。人間の精神でなければ動かせん。カオリちゃん何言ってんの？何バカなこと言ってるの？そうだよ、タヤコさんの言う通りだよ。わかってるの。私はもう治らないのよ。だから液体人間になればずっとお兄ちゃんと一緒にいられるもの。ずっと
ずっと。バカ言うな。こんなふざけた事件にマジに取り組むことはねえ。ここは一つ俺がやってみるか。残念だがお前さんでも無理じゃ。昭和の男に無理なんて言葉は通用しねえぜ。男無法末、無理を通してみせる。こりゃ待たんか。わしの発明ぞ。なるほど。かおりちゃんがタロイモの調子の悪い時にずっと死んだらどうなるんだろうっていうのを気にしてた理由がよくわかりました。どうして彼女だけ一人部屋なんだろうっていうのも気になってたんですけど、病気がちだったからなんだね。そして松は昭和の男って言ってましたね。ということは少なくとも平成以降の話って捉えていいのかな。さらに2014年の時点では渡辺くんのお父さんは少なくとも筑波の研究所で仕事をしていたと考えられる。その時もうすでに渡辺くんはちびっこハウスにいたのかな。お父さんが行方不明になる前からずっとここに預けられてたのかしら。そもそもあきらくんが小さい時にこのちびっこハウスにやってきて、あきらくんは成長してるのに対し他の子供たちはあんまり変わってない感じがするんですよね。あの時、そして今、彼らは何歳なんだろう。ちょっと後で自分で動画見返してまたじっくり考えてみたいな。お父さん早く迎えに来てよってこの心の中のセリフ、もう胸がギュッとなりますね。この子供たちの反応を見るに、かなり今回の出来事を詳しく話している様子なんですけれども、でもさすがに渡辺くんのお父さんの話はできなかったんだよね。あともう一つ時系列絡みで気になってるのが、松がクルセイダーズにいた時期とアキラのお父さんが亡くなった時期が被ってるのかどうか、すごい気になる。ヘーベル1号？ヘーベルってあのハーイのヘーベルですかね。なんか母の思念聞いちゃうらしいですよ。マザーイメージ聞いちゃうの？壁に？すごい。ちょっと使ってみよう。普通に聞いたし、ハートマーク浮かべてる壁もいる。面白い。よし、じゃあタロイモのひよこ弾でいきまーす。こっからなら当たるかな。よしよしよし、いけー。よし、オッケー。一気に消えていくの気持ちいいですね、これ。ネクスト、ネクスト。よし、では東兵衛さんの家行ってみよう。あれ、東兵衛さんしかいない。松はどうした？松のやつ、大見え切っておきながら結局は動かせずに酒飲みに行きよった。飲みに行ったと言ったらやっぱりここですよね。この怪しいマタンゴ。なんだ、俺を笑いに来たのか。大見え切っても所詮何もできねえんだよ、俺みたいなダメ人間はな。笑いになんて来てないよ、まず。念力、要は集中力だろ。くそ、精神力を高められるもんだ。なんかマタンゴに手を出しそうな気配ですね。ん？
ひどい。こういう形で追撃してきたか。みんな逃げられたのかな。待って、かおりちゃんとたえこさんいなくないですか。クルセイダースが火をつけて、たえこがかおりちゃんを助けに入っていって。俺が行く、みんな逃げろ。たえこ姉さん、かおりちゃん、渡辺くん、渡辺くんにとっては、たえこ姉さんとかおりちゃんが心の支えだったのかもしれないね。微妙にあきらくんにいじめられてるんじゃないけど、パシリにされて、友達からもちょっと不遇な扱いを受けている中、たえこ姉さんとかおりちゃんは優しかったんだろうな。かおりは俺が助ける。外に出な。この動きで、この動き一つで、妙子さんがためらってるのが伝わってくるんですよね。妙子さんにとっては、明くんも守る対象ですもんね。これは、この、右下のレーダーの、ハテナマークのところ回ればいいのかな。あ、かおりちゃん、今ちょっと焦ってボタンを押して、セリフかけちゃった。ごめんなさい。大丈夫か、カオリ。崩れる。そんなここで待つ？ブリキ台を動かしに来た。何を言っとる、お前さんじゃ。今度はしくじらねえ。さあ、ブリキ大王に乗せろ。そいつはマタンゴ。やっぱり。そんなにたくさん食うと死んじまうぞ。待つ。どうしてそこまで。昭和の男だから。イニシエの力を持ちて飛び立たん。こぎおった。思わずしばらく無言になっちゃいましたけど、今の曲の入りすごかったですね。いやー、 BGM って素晴らしい。いやー、しかし動いたけど、待つ。あのね、今日は大事なお話があるの。ごめんなさい、今まで私ひどい女だったわ。じゃあプロポーズ喜んでお受けします。メイコさん、ヨシカズさん。
おお、すごい。ここに繋がってたのか。すごいですね。東米さん、半端ないですね、技術が。行くぜ。ロレロホゲ。だいぶ滑舌よくロレロホゲって言ってくれたけど、これあれですよね。大丈夫か。完全に決まっちゃってるよ。まず。今の声で待つってわかるのすごいですね。私これまでの流れ見てても一瞬誰が喋ってるか分かんなかった。ブリキ大王が動いてる。このおバカ者めが大量のマタンゴを食べて精神力を増幅しよった。バカ野郎、死んじまうぞ。バカ言っちゃいけねえ。無法末は死なねえんだよ。ブリキ大王ある限り男無法末死んだりしねえ。いやー、でもそれって こんなもんを隠してやがったとは。やっちまえ。まあそうですよね、予想しないですよね、こんなことね。クルセイダーズ側としてはブリキ大王をどう反撃するんだろう。いや、なんか力大王ある限り無法末は死んだりしねえって言うってことは、この戦いでの力大王の役目を全うできればもうそれでいいって思ってそう。お前の親父と俺は敵同士だった。俺は当時クルセイダーズのリーダーだった。あいつは機動部隊の隊長さ。陸軍が開発した技術をめぐって日本中は大混乱だ。お互い浮き足立つ部下を抑えるまで手一杯だった。いたちごっこはもうやめだ。陸軍と手を結べ。これ以上犠牲者を増やしたくない。バカ言うな。あんたは騙されてるんだ。お前たちの抵抗くらいで陸軍が引くか。大人になれ、松井。あんたも所詮山崎の犬か。やむを得ん。全面対決にはしたくない。すまん、松井。俺の方が一瞬早く引き金を引いちまった。
いくらお前たちに罪滅ぼしをしようが許してもらえるこっちゃねえ。待つ。気にな。ダメよ、行かせないわ。明日行けばいいじゃない。今日はもうダメよ。うるせえな。男のけじめに女が口出しすんじゃね。よくここまで持った。やっぱりそうか。いやー、そうじゃないといいなと思いながら、でもやっぱそうですよね。降りてくれ。みんな降りてくれ。奴は死んだりしねえ。このブリキ大王がある限り。え、アキラが動かすの？まさか。お前か。お前が動かしてるのか。行くぜ、まず日暮里によ。無理を通してみせる。やっぱりここがラストステージですかね。ライブアライブ全編通して無駄なものは何もないので、出てくると思った。さあ、ゆっくりと時間をかけて、その鋼鉄の体が空に浮かび上がりました。ブリキ大王、日暮里に向かって、ただ進みます。あ、なんか来ましたよ。これどういう感じで戦うんでしょう？あ、ブリキ大王として戦うんですね。ヒットポイント2032ですって。攻撃はどんな感じだろう。あ、このハロゲンレーザーってやつなら一気にいけそう。よし、行ってみよう。
強いですね。ということで、向かうところ敵なしの状態で日暮里までたどり着きました。おー、かっこいい。かわいそうに、君にはこの素晴らしさがわからんのか。人間と人間が一つに溶け合い、身も心も分かち合えるのですよ。憎しみも争いもない素晴らしい世界。それを得るためには汚らわしい肉体など捨てねばならんのだ。まあよい、いくら説明してもわからんだろう。陸軍が時間を稼いだおかげで、すでに2000人の液体人間は捧げられた。この池の水、これこそ6万リッターの液体人間なのだ。なんてえぐいんだ。ここがラストバトルステージだとは思ってましたけど、こんな思いになるとは。ならなくてもな、一つにはなれんだよ。そうだろ、松田。これがあの有名な、そうだろう松なんですね。いや、私ライブアライブ完全に初見なんですけど、そうだろう松っていうセリフだけは知ってたんですよ。こういうことだったのか。フルボイスすごすぎますね。震えた。さあ、じゃあ戦っていこうか。ヒットポイント互角ですね、これ。うん、いいですね、いいですね、いいですね。結構ダメージ食らいますね。しかも呪縛されちゃった。しかも回復技ないですよね。え、回復できないってこと？あ、でも、マタンゴから作ったポーションナンバーナインがある。そうだ、それ使えばいいんだ。こちらには回復アイテムがあるので負けませんよ。なんか、さっきオディオ様って言ってましたよね。なんかボスキャラの名前全部似てません？最初オディワンリーですよね。
その後 OD10 で原始編 ODO、 なんか全部 OD 的な名前ですよね。ここまでなんか関係あるのかな。アイテム使えない、アイテム使えない、ぐー、待って、しかも今ヒットポイントブリキ大王の方が下回ってますよね。どうしよう、あー後ろ向いちゃった、やばい、敵に背中を向けてしまった。どうすればいいのこれ。いやでもブリキ大王って多分レベルの上げようないですよね。アキラくんの能力によってヒットポイント変わるとかなのかな。いやでももうやるしかありません。頑張りましょう。どの技がどれくらいのダメージ出せるかわからないので、いろいろ試していこう。威力中とか大とか、それしか手がかりがないのよね。あ、ここに来てようやくこちらのヒットポイントの方が大きくなりましたね。ちょっと有利に、優勢になってきたかしら。でも今まだまだだよって言われた気がする。あー、これちびっこハウスから日暮里にたどり着くまでにいろんな技を試して、どの技がどれぐらいの威力出るか確かめておかないといけなかったんですね。多分もうね、ずっとハロゲンレーザー使ってました。イエーイ、ハロゲンレーザーで全て焼き払うぜみたいな雑な戦い方してたからこうなるのよ。と言っていたら勝っちゃった。これでいいんでしょうか。もうさっきの液体人間もそうですけど、なんかこれという手応えなく勝ってしまっていいのかどうなのか、あれなんで勝てたか未だに分かってません。私、オーデオ様がバカな、これは。液体人間、2000人の6万リッターの液体人間、おインコ様。喜びな、てめえらも一つに。大王も飲み込まってるか。くそ。ねえ、ねえ、ねえったら。こんなとこでサボってないで、たい焼き焼いてよ。ああ、いや、なんかところどころ
もうコメントを挟むのが申し訳ない気持ちになってしまって、無言モードが続いてしまったところがあって本当にすみませんでした。いや、本当に熱い展開でしたね。めちゃめちゃ良かった。ライブアライブで知ってるセリフが2つだけあって、そのうち1つがあんな形で聞けてめちゃめちゃ感動しました。もう1つは多分まだ出てきてないので、これからやるシナリオで聞けるんだと思うんですけど、きっとグッとくるところで出てくるんだろうな。あ、カズくん、カズくん、君はね、おとなしくしててくださいね。みんなの日常も戻ってきました。でも渡辺くんはずっとここでお父さんの帰りを待ち続けるのかな。ただ、SF 編で渡辺って名前出てきてるんですよね。そう、あともう一つ、SF 編の登場人物のカトゥーっていう子が、ブリキのロボットの写真を持ってたと思うんですよ。ということは、何かつながりがあるのかな？渡辺くん大きくなったら、お父さんのような科学者になるのかもしれませんね。それこそ SF 編まで名前が残るような人物になるのかもしれない。タロイモが香里ちゃんのそばにいてくれるのすごいいいですね。タロイモも香里ちゃんを大事に思ってくれてるんだ。からのブリキ大王、あー、これもしかして東兵衛さんにもう一回動かしてみるんだって言われてるんですかね。無理でしょ多分。すごいスーパーサイヤ人みたいになってますけど。あー、夜間落ちてきちゃった。一個気になってることがあって、あの筑波の研究所で後ろがむき出しのメカがいるみたいな話があったと思うんですけど、その後ろむき出しのメカって結局何のことだったんだろうっていうのが気になってるんですよね。無駄がないライブはライブなので意味のないセリフはないと思うんですよ。なんかのヒントだったんだと思うんですけど、あれ何だったんだろう。あ、松のバイク乗ってますね。熱い男としての生き様を引き継いでいくんですね。エモい。しかしこの熱い男の生き様の合間合間に入ってくる液体人間をはじめとするえぐい設定ね。松は昭和の男でしたけど、ストーリーは平成を感じる気がしました。本日はご視聴ありがとうございました。